構踊る店主の清水さんお願いします。はい、はい、私もこのインスタグラムみたいな住民が参加できる、うん、でみんなでこう土岐川町を作るみたいな取り組みはすごい楽しいなと思いました。で、はい、あとこの中で本屋が何をできるかなって考えた時に、うん、その文化的成熟度の高い人を育てることもできるのかなと思って、うん、例えばグルジア人ターゲット絞って来てもらうってなったら、うん、あの土岐川の人がみんなグルジア人と会った時にその国の言葉で挨拶できるとかってなると、うん、あのグルジア人も喜ぶじゃないですか、はいはいはい、この国うん、ここの町の人はみんなグルジアの言葉知ってるよみたいな、はいはい、挨拶してくれるよみたいな、うん、そういうことを本屋として、うん、まあ、なんかそういうことをできないかなとか、はい、そういうことを考えたりしました。なるほど、はい、いや面白いですね、うん、イベントとかでもいいですけど、はい、うん、そういう文化的な、はい、こう成熟度を上げる取り組みを本屋でできるんじゃないかなってちょっと考えたりしました、うん、すげー面白い。そうだね、そうだね、来るか分かんないけど、そうだね、グルジア人と会った時に困んないみたいな。いや面白い。いや、じゃあありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。すげー。